カトリ聞こえる？あ、はいはい、いける？まあそろそろやりますよ。ちょっと、はい、ちょっとこれ今中と高圧縮になってるけど、また戻します？あ、そうだね。それは、うん、ちょっとやっぱだんだん不安定になってきたかな。大丈夫？アリ君これ、うん、いい？はい、じゃあ、始めます。パーパーです。よろしくお願いします。ありがとうございます。カトリ沖縄から、自宅から。沖縄どこ？カトリ中城です。中部、はい。うん、まだ行ったことないんだよな。いや、また遊びに行きますんでよろしくお願いします。とりあえずまあやってみましょう。はい。Thank you.
最近の曲なんですけど、もうあんまりなんかメンバーにあんまり言わん感じで渡すんで、なんか特にね、好きにしてくださいっていう感じでやってます。はい。じゃあ次は、あ、そうだ、このカトリ、あの、はい、沖縄でライブとかどうですか？どんな感じですか今？うわ、そうですね。最近またちょっとずつ再開。あ、本当ですね、自分も周りも、うんうん、はいはい、うん、できてます。そうですね、ぼちぼちって感じですね、うんうん、はい、はいはい、まあよかったね。まあね、どうなるか、またこれからどうなるかちょっとわからないんだけど。あ、はいはい、ね、あ、これ、あ、そっか、あの一応言っとくと、あのやっぱり沖縄との回線状況がちょっと不安定な時があって、はい、あのサンプリングレートが勝手にソフトが落としちゃう時があるんだよね。そんな、あ、はいはいはい、うん、なんで急にくぐもって聞こえるとかちょっとあるかもしれないんですけど、はいはいはい、ご了承ください。あ、はい、うん、次の曲いきましょう。手をつなごう。手をつなごう。
しないんですけどね、パーパーはもともとインストバンドでやり始めて、なんか歌ってしまってからたまに歌うようになって、でもまあ今日はほぼほぼ歌かなっていう感じです。よろしくお願いします。いやまだかな、いやミスターニュースタート。
落ちた？なんか冷凍が。じゃあ大丈夫？水谷はあエリーマーコンもやってるもんね。まだねまだ姫路のやつ。喧嘩ってんな。なんかねなんか良かったらしいね。うん。楽しかった。そうやねな行きたかったな。ねいろんなとこから人が集まって。からね、東京とかね、いろんなとこから来てる感じ。いいですね。あの次は、これちょっとカバー、まあ、たまにするんだけどね、人の曲とかやってみようっつって。これ手足の曲でね、あのカフェ新聞っていう、まあ、セカンドに入ってる曲で、で、まあ、僕が録音ミックスして、で、まあ、編集とかも結構頑張って、すごい。この曲すごい好きやって、でそのミックスしてるときに編集してるときにだんだんなんか自分が作ったような気になってきて構造とかがねなんかよく分かってくるから、あでもちょっと一回歌ってみようってやらせてもらいます。一平君には許可取ってないんだけど、あの、まあ、でも セカンドのねあのうちらのパーパのジャケットは一平君が自分の手のイラスト描いてくれてお世話になってます。じゃあやってみましょう。Thank you.
ばあちゃん、これあのカトリのピアノが、圧縮が高圧縮になってないかな、ね、なんかちょこちょこね、あのなんだろ、今ニューロ光とかやったら、これ多分この遠距離でのスピードはあの PIN っていうピンっていう値、そのスピードの、まあ、ネットの基準の反射スピードの基準があるんだけど、それが小さければ小さければほどよくって、で今俺らはだいたい15ミリセコンドとか、そのそれ以上はもう低くならないっていう意味だから、もう頑張ってもそれか、まあ、20ミリセコンドぐらいでやってんだけど、どうもそのニューロ光同士やったら5ミリセコンドっていう値が出るみたいで、そんなんもう隣にピタってくっついてる同士ぐらいの音の遅れだからね、もうほぼないぐらいな感じです。これからもっともっと環境良くなると思うんで、まあ、またいろいろやっていこうと思います。次は、これパンを作るって曲、これね、まあ、僕はエレベでやってたんだけど、コンバスでやってみてできるかなって、ちょっとやってみますね。
不安定になってきた。うん、そうやねんな。で、変わるときに音が切れるのが惜しいんだよな、これ。それ、これがなんとかならんかなっていう。今大丈夫かな。はい、もうなんか飛ばしてるかな、飛ばしてない。ね、ちゃんとなってる。ちょっと待ってね。多分リハの時よりも安定してないよね。なかなかね。うん、じゃあ、次、あ、次もね、あのこれカバーです。徳島の川端実さんっていういろんな楽器をする絵も描くすごい人がいるんですけど、その人の曲で、これすごい曲で、あのいい曲で勝手に歌わせてもらってます。これ皆さんいいですか？カトリ大丈夫？あ、はい、大丈夫です。じゃあ行きますよ。まあまあ、はい、勝手に入っとんで。大体いつも、ね、何にも決めずにやっちゃってるんですけど、
今日は、まあ、だいぶしたものでやってみてます。まあ、最後の曲なんですけど、まあ、それまでにちょっといろいろやってみましょう。
耳を澄まして聞こえる
がとうございました。パーパでした。沖縄から香取光一郎、サックス水谷康久、稲田誠でした。アリ君、なんか今後のなんかなかったっけ、告知。あ、もう俺のあれもあるけど、まあ先にありましたっけ、はい、いろいろありますよね。ロランね、超あんね。香取君ありがとうございます。あ、ありがとうございます。はい。10日朝ごはん、昼ごはん、DJ ね、おやつ DJ というゆるい朝から10時から16時まで、3人の DJ がで、ピカソもあるんだ、うん、カレーもおやつもある企画があります、うん、次の日に結構あ、そうだ、その次の日はライブですね。そう、名古屋 の白岡の小池、はい、そうですね、高志くん、ボーカル、ボーフューチャー、はい、で僕と手足のドラムの亀ちゃんと、あと名古屋の杉山くんというギターの子で、4カ所から、うん、まあ、初めてですね。あらあら、うん、ちょっとやってみ、画像がついていかない、いや、あれですね、画像は一つにまとめるわ、つにまとめ、うん、今回はね、そのよく見るズーム画面みたいな、うん、そう、ズームのっていうことにします。はい、その日11日は昼間のコンサートもありまして、うん、林正樹さんとジャズボーカルのあきこさん、普通のライブというか、お客さんを入れる普通のライブです。13日、13は今度また僕の企画で今度東京七針から井出健介、はい、ボーカル、ギターボーカルと、俺稲田誠と、また黒田誠二郎、ユスラゴを来てもらって、フードも出してもらって、チェロ、黒田誠二郎、はい、コントラバスとチェロが挟むやつですよね。挟むやつです。またやります。はい、そしてゼロからの DJ 講座というのを15日の木曜日にやり、そのゼロからのラップ講座というのも22日の木曜日に、週替わりで15日と22日やっています。あとスマ水を考える、スマ海浜水族園がいろいろと来年から変わっていくんですけど、そのことのトークイベントがあります。森と人と精霊と宮沢賢治音楽朗読会、二つの物語、まあ、全部言わんでもまあなんせね、まあ、突然ね、うん、15個も企画が入っちゃってるんですよ ね、ベルマインズ、トンチトリオ、ね、朝ごはん、昼ごはん、おやつ DJ、 再びカルテット&コロアイ、うん、はい、などウェブをご覧いただければ幸いです。よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。パーパでした。香取光一郎、水谷康久、稲田誠。